皆さんこんにちは。元関脇吉風、現在中村親方の元妻の変死が波紋を広げています。元妻英子さんの遺体が見つかったのは今年7月21日のことでした。東京都中央区のマンションの一室で男性の遺体とともに発見されたのです。全国紙記者はこのように明かします。二人とも胸から血を流して倒れていました。付近に猟銃一丁が残されており、警察は二人のうちどちらかが発砲して相手を殺害した後に自殺したものとみて捜査を進めています。亡くなった男性は栃木県公安委員会の許可を得て猟銃を所持していました。ニュースポストセブンが取材を進めると、英子さんと行動を共にした男性の SNS に意味深な言葉が残されていたことが分かりました。そこには男性が英子さんの素性を知った際の絶望感が綴られていました。最愛の人と付き合って1年2ヶ月同棲してから半年経って今日重大なことが発覚して、もう私のメンタルはズタボロなので2人で話し合った結果一緒に行くことにしました。英子さんのアカウントと思われる SNS は事件前日の7月20日を最後に更新が止まっています。一方男性のものと思われる SNS アカウントも6月末を最後に更新が途絶えています。その SNS には英子さんと共に訪れた高級ホテルの室内の様子や予約困難なレストランでの食事の内容、そして英子さんにプレゼントした品物の数々が複数アップされていました。男性がメンタルズタボロになった理由の一つとして英子さんが過去の逮捕歴を伝えていなかったことがあったようです。吉風中村親方と英子さんは2008年に結婚して2人の子宝に恵まれましたが、2021年3月に英子さんは長女への暴行で逮捕されています。怒鳴り声を上げて長女に殴る蹴るの暴行を日常的に加え、目見えんくなるぞと我が子の目にかゆみ止め用の薬を押し付けたりしていました。吉風は長女と長男を連れて英子さんと別居し、離婚調停の末今年3月に離婚が成立したと報じられています。逮捕後英子さんはハンドルネームで SNS アカウントを開設。ハイブランドの洋服を着て若々しい自撮り写真や豪華な食事、高級ホテルを訪れるなどセレブ生活の様子を頻繁に投稿していました。英子さんの知人がこう明かします。当時の彼女は離婚調停中だったようですが、離婚が成立して留学中の中学生の一人息子がいるといったような話をしていました。他にも高級ブランド品の受注会に足を運んだり、予約困難な高級店のコース料理に行ったことも楽しそうに話していました。そして若い男性とも親密な関係となり、週に何度も銀座でデートしているが、デートで自分は1円もお金を出さない、男性が女性のためにお金を出すべきと言っていたのも印象的でした。美容クリニックで働いていると言っていましたが、どこまで本当かは分かりませんでした。英子さんの SNS を見てみると、目に余るレベルの加工が施され、そのルックスは20代にも見えました。しかし実際には年齢相応のおばさん、理想と現実のギャップに悩まされ虚言で自身を塗り固めていました。遺体発見当日の7月21日午前10時頃、亡くなった男性の妻を名乗る女性から別居している夫から自殺をほのめかす電話があり、様子を見に来たオートロックで中に入ないとの110番通報で事件は発覚します。つまりこの男性と英子さんは不倫関係にあったことになります。男性と英子さんの交際は2022年5月頃から始まったようです。英子さんは交際がスタートした半年記念に男性からプレゼントされた約180万円もする高級ブランドバンクリーフ&アーペルのアクセサリーを自慢していました。前室知人、各界を代表する人気関取の妻の座から自らの過去を明かさず、セレブ女性としての生き方を求めた英子さん。一方英子さんの全てを知った男性は前述の SNS で心境を次のように綴っていました。
名前も偽名、年も全然違うし、5歳サバ読んでた。17歳の一人息子の話も嘘で架空の人物。全力で生活を充実させていたのに、あまりの仕打ちにもう生きていけません。子供も2人いて、虐待で逮捕歴あり、初めから知っていたらそれも含めて好きでいられたのに、今日の昼間までは幸せだったのに、一瞬で幸せは崩れるのですね。事件の全容は未だ明らかになっていません。ホテルの一室で何があったのでしょうか。吉風にとってみれば、とんでもない女性との離婚調停が終わり、やっと子供たちとの新たなスタートを切れると思った矢先に起こった事件。そんな吉風さんですが、元妻以外にも竹風との不仲が噂されたことがありました。竹風と検索すると、竹風吉風不仲というキーワードが出てきます。2人は小車部屋出身で、竹風は吉風の兄弟子でした。2人が不仲の証拠を探してみたところ、こんなツイートがありました。吉風と竹風の不仲は名古屋場所の時に思い知ったよね。谷町がディスり合いの会話内容を教えてくれたりしたけど、そもそもその谷町が危うい職業だったから恐怖しかない。同時に気になるのは、竹風とあんま仲が良くない、独立して部屋を起こすという噂の吉風中村親方の動向なんじゃが、吉風はな、やばい奥さん。先日娘への虐待で逮捕された人ってケチついたからな。まあ部屋起こしてからおかみが不祥事でってなんなかっただけマシなんかな。不祥、こんな噂があるくらいだから、二人の仲は本当に良くないのかなと思ってしまいますよね。吉風と竹風は同じ部屋で年齢が近く、地位も同等と似たところが多い力士でしたが、不仲だったと言われています。場所中でもお互いの悪口を公然と言い合って争っていたということが伝わっています。また2人は引退後、共に小車部屋で部屋付きの親方として指導を行っていましたが、竹風は2021年に押尾川部屋を新設しました。これは小車部屋が閉鎖されたためです。小車部屋の閉鎖理由は明かされていませんが、親方候補であった2人が不仲なので、二代目小車親方をどちらかが継ぐとわだかまりが生じるからだと推測されます。相撲のタイプや性格が全く違う二人のため、別々の部屋で指導を行った方が良いと判断されたのです。そもそも二人とも親方として独立したいという思いがあったとも言われています。また小車部屋は小車親方が新たに創設した部屋でした。創業者自身が部屋を閉鎖しても歴史が途絶える心配はなかったので、親方が閉鎖したのではないでしょうか。吉風は小車部屋の力士と共に二所ノ関部屋に移籍しました。不仲である竹風の部屋付け親方となったとしてもうまくいくはずがなく、私生活が荒れて問題があったためです。しかし竹風は優しい性格で、若い頃2人は兄弟のように仲が良かったようですが、共通点が多かったことから弟弟子含め部屋内で派閥が出来上がり、対立するようになったとの噂があります。相撲界では後援者や無償スポンサーのことを隠語で谷町と言いますが、谷町の取り合いで2人の仲が悪くなったとも言われています。大切な存在である谷町たちの前でも言い争って、不仲を隠さないということで、2人は犬猿の仲であることが有名になりました。親方となった今では部屋も別々で関わる機会も少ないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。